って、それからプロの試合も開催できるということで、非常に楽しみに思っております。やはり、この格闘技を通じて、いろんな人に力を与えれるというか、たくさんの人に見てもらって、選手も頑張れる、そして見てもらった人たちも、元気がもらえるというふうに思いますので、今対策中なので、少ない人数ですけど、お客さんに見てもらって、みんなでパワーを持ってもらえたらと思います。アマチュアの選手たちはやはり試合に飢えているというか、どんどん試合をしたい、やはり大会がね、なかなか開催されない中なので、その辺のやる気というか、そういうのをしっかり見てもらいたいなと思いますね。空手、小学生で、あと中学生ですね、フレッシュな、みんな元気な試合を見せてくれました。